の計画って何？教えて。俺だけにこっそり。しょうがねえな。でも誰にも言うんじゃないぞ。来週2月14日のバレンタインデーに向けた計画だ。バレンタインデー？バレンタインデーってのはな、1年でこの日だけ女の子が好きな男の子にチョコレートをあげる日だ。チョコレートか。俺も欲しいな。俺だって欲しいさ。そのための計画だ。だが待ってるだけじゃもらえない。わかった。皆様、バレンタインデーにはこの V モンをよろしくお願いいたします。とか？いや違う違う、男を磨くんだ。女の子たちから、うわー大輔くんかっこいいと言われるように。かくして大輔のバレンタインに向けた極秘の特訓が始まった。俺に何を教えてくれって？実はバンドをやろうかなと思って。すごいだろカブモ。楽器は？それは洗濯板。それ楽器じゃねえよ。ギターとボーカル。弾けるのか？あのさ、ちゃんと弾け。なんで背中引きするんだよ。いや、かっこいいかなと思って。じゃあライトハンドなんて10年早いんだよ。普通に弾け。普通じゃ目立たないからやってんのに。ちぇ。まあまあかな。じゃ歌いながら。はい。君は綺麗、すげー綺麗だから、諦めた方がいいな。そんな。大輔が無駄なあがきを見せている同じ頃、光、空、ミミ、テイルモン、ピオモン、パルモンは銀座のデパートで買い物をしていた。ミミさん、そんなに買ったんですか？うん、タイツさんたちだけじゃなく、アメリカのマーゲルたちの分もあるから。キリチョコって気を使うわよね。じゃあ買い物も済んだし帰ろっか。あ、みんなは先行ってて。私買い忘れがあったから。そうそう、本命チョコをね。こら、ピアモン。でも空とヤマトが付き合うなんてな、想像もしなかった。あ、そうそう、みんな知ってる？お台場に美味しいケーキ屋さんを見つけたの。私は特に意外と思わなかったわ。むしろお似合いだと思う。でも2人
人ともちょっと思い込みが激しいのが心配かな。モンブランがすっごく美味しいの。あとね、ミルクレープも絶品。なるほど、思い込みの激しさでは選ばれし子供たちの中でも一二を争う二人だもんな。喧嘩して泥沼にならないといいんだけど。ねえねえ、今度みんなで食べに行こう。でもそうなったらヤマトさんが降りるんじゃない？うん、合流さでは空がヤマトより上だから。かこいつは人の話聞いてない。どうしたんですか、ソラさん。急に素振りなんか始めて。テニスの試合近いんですか？どこからでもかかってきなさい。相手になるわよ。ソーラ落ち着いてよ。シャンラ、ごめんなさい、当たっちゃった。大丈夫ですか？大丈夫だ。ところでハートがどこにあるか知らないか？それだったらチョコ持ってレジに行けば。そうか、ありがとう。今の人チョコ買うのかな。まあアメリカじゃバレンタインデーに男の人から女の人にってのもあるけどね。そうなんですか、日本もそうなってほしいな。光たちは知らなかった、その男が実はデジモンであることを。一方、大輔は幸四郎の家を訪れていた。はい。あれ、大輔くんじゃないですか？実はお願いがあって伺ったんです。どないしはりました、大輔はん。その喋り方、いつもの大輔はんらしくないですし。らしくなくていいんです。実は僕、幸四郎さんみたいにパソコンのできる少年になりたいんです。協力してもらえないでしょうか？パソコンを教えるのは構いませんが、その喋り方やめてもらえません？なんだかバカにされてるような気がします。バカにしてるなんて、それは幸四郎さんの誤解です。そうですか、僕の気のせいだったんですね。 D、 パソコンって何を習いたいんですか？なんかこう、うわー、パソコンやってる、すごーいって見てわかるやつがいいです。だったらグラフィックソフトがいいでしょう。 3D かモーフィングか。モーフィングって何？これです、ちょっと見てください。すげー、大輔の顔が俺の顔に進化しちゃった。マニュアルはこれです。大輔くんもやってみてください。はい。こうかな。どないしはりました？マウスが思うところで止まらないんです。ほら、止まりなさい。何をするんです、このパソコンを。叩くな。パソコンを大切に扱う人間はパソコンする資格なしや。とっとと出てけ。幸四郎があんなに感情的になったの初めて見た。それは僕も同じです。いや、元宮じゃないか。あ、一乗寺さんじゃないですか。どうしたの、その喋り方。あ、タケルさんも一緒でしたか。熱あるんじゃない？大丈夫？お気を使っていただきありがとうございます。でも大丈夫です。一体どうしちゃったの？大輔イメチェンしたんだよ。らしくないよ、そんなの元宮らしくない。昔の元宮の方がいいよ。そうそう、みんなの突撃隊長、何も考えずに突っ走る大輔くんがいいよ。何も考えずにってバカにすんな、俺だってちゃんと考えてるさ。そうそう、今夜のおかずは何かなとか、次は何して遊ぼうかなとかね。それくらいならいいが、それ以上考えるのは頼むからやめてくれ。僕たちはいつもの大輔くんが好きなんだ。こいつら、なんでそんなこと。そうか、俺がイメチェンして女の子に人気が出るのが面白くねえんだ。だからとにかく元宮は元宮らし。あ、ちょっとどこ行くんだよ。話は最後まで聞けって。聞く耳持たないね。じゃあ、あばよ。うわ、待ってよ、大輔。どうしちゃったんだろう、大輔くん。心配だな、後で大変なことにならないといいけど。
ねえミニ、あれ大輔とブイモンじゃない？あ、ほんとだ。あ、知ってる。と思ったら転んだ。あ、大変。また帽子が風に飛ばされちゃった。ママ Do you remember? ありがとうございました。次のお客様どうぞ。ハートをくれ。は？ハートだ。俺はハートが欲しい。ハートでしたらどうぞお好きな商品を。金で買えない本当のハートが欲しいんだ。